やめてー。あー、寝たよ、私。立ったまま寝るとかいう器用な。落ちた。飛び越えることはできないんだな。あれ、どこだっけ？こっちだ、こっちだ。あのダイイングメッセージが目印ね。で、そこで死んだ人はどうなったの？別になんか骸骨みたいなものもないけど。また別の場所に移動したんかな？とりあえず、他の方に行ってみようか。こっち？こっちの方まだあ、これは行ったやつか。これは行ったやつ。こっち？いや、落ちてますね。落ちてますね。これか！こっちか！カサカサする意味はあるかどうかわかんないけども。あれもスカルライダーでしょ？だね。この、あ、ここから回り道で行けるってことかな？ここを通って。シェ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 。ビシッ。ふーってなった。なんか今一瞬そこパチってなんか気のせいかな。シルバートレイを見つけた。何シルバートレイ。あれかな、お鍋の蓋みたいな感じで。盾の代わりですか。そしてこの先。行けた。やっと行けた。へえ、こんなところに泉があるなんてな。ここで一旦休憩ができるということかな。あ、あれは。何妹？だいぶでかいけど。せいにゃ、せいにゃったら、ちょっとしっかりしてよ。あ、やっぱりじゃあこの子中身大人なんじゃない？せいにゃ？こいつがお前の妹だって？どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、返事してよ、せいにゃ。オープニングの二人よね。お、起きた。寝てたの。ん、ふわぁ。すみません、私、人を探していて。疲れて泉のそばで休んでいたら、そのまま眠ってしまったようですわ。これ、お姉様？なんというおいたわしい姿に。え、あんた、私がわかるの？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。あたしてっきりあんたが。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セイニャってのはお前の妹なんだろ？一体どういうことだ？実はあたしとこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは深い訳があるのよ。あたしをさらった者はね、ここをアジトにして、たくさんの人をさらっては、魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。よく服がぴったりなの。つまりこう見えて私は、れっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃ、この先やっていけないんじゃないか？それ元には戻らないの？ええ、そうよ。だからあんたたちにはあのままから、魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。お、頼りになるね。回復呪文があるのね。そしてここで。お、回復が。回復した上でのお祈りができるの？やったね、めっちゃいいやん。どこもそういう感じにしてほしいな。どこもなんかね、回復した上での記録ができるようにしていただきたいですけど。これで、こっちへ向かうと、お、またなんかあるやん。胎児の根っこ。あ、ちゃんとそこにあるんやね。ちゃんとそこで静かに待っとんやね。
こいつってこと？魔力を奪ったの。おっといけね。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ。闇心あれば影心。なんだそれ。闇心あれば影心。ちょっと反復して覚えとこ。よし、行くか。あ、これ角の部分持っとん、手で。そういう乗り方なんね。どこからともなく声が聞こえる。ここを通りたくば合言葉を言え。アイナは胎児の導きの中で聞いた合言葉を言った。何それ、打ち込むとかないの？選択肢とかないの？お、あれか、あいつか。うわ、なんか肌の疾患すげえ。俺があれだけ注意したのに、獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただ者じゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった。あの女の魔力を全部お納めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをお前らは。魔王だって？間違いないわ、あの魔物たち。ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの中に魔力が。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。やっつけるしか。お、なんか来たよ。お姉様。二人ともびっくりしとるやん。なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。ベロニカのことはわかるよね。ははーん、なるほど。おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。カホはぶち切れて待てとはこのことよ。なんでな。さあ、やろうども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。アイナ、油断するなよ。何持ってんの、あれ手に。あ、壺の蓋。伝大一味が現れた。どれぐらいの強さなんかな。お、弱っ。弱っ。あれなの、セーニャは回復をしてくれるの。ひえ。お、スカラ守備力が上がるよ。お、そして神がゾーンに入った。私もゾーンに入りたいんだけど。私もゾーンに入りたいんだけど。弱いよベロニカ。お、ミス。いいね。あ、こいつもうやっつけれるんじゃない？イエーイ。親分の方を戦んかったら永遠に増え続けるとかじゃないよね。永遠に増え続けるとかじゃないよね。あ、ゾーンに入ってたの私、いつの間に。火エンジンを仕掛けた。まだやっつけれてなかったか。今のいけたと思ったのに。お、ありがとう。コイミを使ってくれた。イエイ、全然ダメージ受けんやん。そして古文を叩きつつも火エンジンでちゃんとデンダにもダメージを与えられる。いいね、いいね。全体の回復魔法とかが欲しいね。やめてー。あー、寝たよ。私立ったまま寝るとかいう器用な。ザメハ、ありがとう。こっちももうやっつけれそうじゃない。
おお。やったね、ベロニカの一発でやっつけたわ。ねえ、もうなんか名前の色オレンジになったよね、デンダ。もうまだいけねえか。そしてゾーンに入った。さあ行くぞ。あー、もう火エンジンが消えてしまった。お、ありがとうね、ホイミ。あと1やったん？あと1やったん？マジか。耐えとったんやね、それで。ベロニカの一発1の攻撃でやっつけたわ。超屈辱的じゃない？魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。おい、その魔王ってのはなんだ？さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての特ダネとはこのことや。グフ。ゆえや死ぬんなら。いずれ現れる魔王か。これで元に戻る？私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。魔力と同時に姿も。おお、なんだ。これで合ってるの？これで魔力が戻るといいんだけど。そんな撒き散らしてて大丈夫なの？他の人にまで行き渡らん。あ、大丈夫っぽい。お、なに？姿が変わらねえ。そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。戻った。姿が小さくなったことは別に大丈夫なの？ご心配なく、この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先まで、ギンギンに見せているのがわかるわ。これで強くなった。ですがお姉様、そのお姿は。年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。若返ったとか言うより幼くなったけど。まあ、お姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。逆よね、もう妹やんね。ところで、ねえお姉様、アイナ様のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、セーニャ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。なんだなんだ。命の大樹に選ばれし勇者よ。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。アイナ様、あなたは災いを呼ぶ悪魔の子なのではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かな光を宿していると。ま、私は最初にあんたを見た時から全部わかっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだな。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。こっからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。あ、それがお父さん？あの女の子の。命の大樹に選ばれし勇者。聖地ラムダの一族である姉妹から、命の大樹に選ばれた勇者と認められた者に贈られる称号。これ？この部屋ですか？お、牢屋がいっぱい。まあ、どこもかしこも牢獄ばかり。なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか。これか。
もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。いやー、ありがて。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったくあんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子、ルクを知ってるのか。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから。里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス？その名前どっかで聞いたことあるような。それじゃあ俺はルクが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。何？誰なの？ルパス。盗賊的なあれですか？言ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょ。ねえ、アコが聞いたことあるっていうのは、荒野の地下迷宮を後にしたアナたちはホムラの里へ戻り、宿屋で休むことにした。そして夜が明けた。へえ、私帰り道のあのキャンプでさ、不思議な火事やろうと思っとったのに、勝手に火炎なし。勝手に火炎なし。戻ってきた。この辺開けれるんじゃない？お、え、布の服？今さら。他は何もないのね。そこの下に入ってる壺とか割れないよね。そんなところまではわざわざ無理か。違う違う違う、もう一回じゃないよ。扉を開きたいの。この人は。あら、起きたのかい。お兄さんのお仲間さんなら、下で話し込んでるみたいだよ。お兄さんのことを待ってるみたいだから、早く言っておやりよ。了解です。向こうの端に何かあったりはしないか。お、いたいた。よーいな、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと、私たち姉妹の使命について。大いなる闇。邪悪の神が天より現れしてき、光の紋章を授かりし、大樹の紋章が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう。信じられないだろうけど、あんたはかつて、その紋章の力で邪悪の神を倒し、世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大事へ導く使者として、私たちが大爆発されたってわけ。ふーん、命の大事か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだな。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？あ、あのやつか。かつて邪悪の神と戦った勇士様は、空を渡り、大樹から神明を授かったそうですが、その記録も、時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ。あんたらにもわからないってことかい？命の大樹ね。ん？待てよ。なんかわかるかもしれねえぜ。まあ、本当ですか？ああ、昨日助けてやったおっさんな。実はあいつ、有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃないか？お、思い出したんよね。情報屋か。確か、迷子のお嬢さんを迎え、酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず、酒場まで行ってみましょう。あれからどれぐらいの時間が過ぎたんか知らんけど、寝て起きたけど、まだ酒場にいるの？まだ酒場にいるんすか？酒場。酒場に預けられていた女の子の親父さんが見つかったそうだな。気になっていたから安心したよ。え、女の子のお父さんがどこに行ったかって？酒場に入っていくところを見たぜ。お、酒場にいるのね。オッケー。おっと。お、いたいた。ねえ、パパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。ずっと飲んでるの？
ずっと飲んでるの？あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。ようおっさん、ご機嫌じゃねえか。俺さ、おっさんのこと思い出したんだ。あんた、裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃう、そいつをネタに商売してるって話したか。違うかい？そんな人の娘とかなんか大変やね。バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わってるな。間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。なんで入れ替わってたの？ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ。人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。その時にはまだ大きかったんかな。ところでおっさん、命の退治を知ってるか？命の退治に結びつくならどんな情報でもいい。あんたが知ってることを教えてくれ。ほう、命の退治はでかいターゲットな。いいだろう、あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルクは熱中症になっちまってな。不幸にも死を確保したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りかかって俺たちを城に運んで解放してくれた。あ、なんかサマディってあったよね、地図に。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。そこからなんか情報がってこと？そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あの大樹の根みたいにってこと？あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけ見直したよ。めっちゃ上から。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の石礁を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。アイナ様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。呼吸に丁寧な喋り方になった。ベロニカとセーニャが仲間に加わった。やったね。魔法使いと回復役が助かるわ。助かるわ。だってこれでちゃんと魔力が戻ったってことは強力な魔法が使えるようになったってことやもんね。それからこれ、サマリア王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。アイナはホモスビ通行手形を手に入れた。お、それで通れるってこと？南西の関所はサマディ王国の番兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。ということで今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さ、これで次からはなんかそのサマディとかいう別の地域にまた入っていくってことかな。